配信曲として、もうすでに配信されてるんですけど、あれを新幕に電話して、ちょっとこういうリミックス作りたいですっていうのを直接電話して音源をもらって実現しました。ヒゲに慣れてきた。休みの課題やってんだ。そっか、学校ない分課題がね増えたんだね。ちょっと今編集してる映像はいろいろスペシャルだと思うんで楽しみにしてください。明日のね、明日の昼までにアップするとかしないとかをしっかりしたいな。もういろいろ細かい話するとね、こう事務所に映像送って確認したりとかね、本当にいろいろ時間がかかるものなんですが、まあでもそれぐらいやりがいがあるので、クリアするといろいろ楽しみにしててください。学校の先生は出勤なんだ。すごいね。後ろの面さん気になる。最近睡眠取れて、めっちゃ取れてるよ。いつも見えなかったっけ。フェフ姉さんめっちゃ感動した。マブおっさー、マブのアルバムは29日か、今10何日だっけか、13だからもう少しですね、16日。予約した、ナイスですね。今日って何曜日だっけ。月曜か、週刊EXILEね。早いな、1週間マジで超早い。今日何時に起きた。8時半。お湯の温度なんだろう、40ちょいかな、40もいいんじゃないかな。コロナはこの先歴史の教科書になるとも、そりゃそうだろうな、世界問題だよな。春らしいこと何もできてない。確かに、まあまあまあしょうがないですよ。春らしいことをまたできるようにね、今みんな頑張りましょう。Hey Nelson, you good bro? How you been?ストレス溜まるよね。だろうよ。もうどうなんだね。抹茶スパ。It's not.
何なんだろうこれ。I don't know what it is, but not matcha。老けたってそれ1秒1秒老けてってますよ。女の子に生まれてみたくない。いや、ジャスクイーン、ノーマッチャ、ジャスクイーン。 I can smell something but I don't know what it is, sorry。Yeah, I give you, bro. これ炭酸水ですね。腹筋割るのには何が一番効果的ですか？腹筋ってもう割れてるんですよ、実は。ただその上に脂肪があるから腹筋が割れてないように見えるだけで、一番早いのは脂肪落としたりとか筋トレして溝深くしたら見えてくるんじゃないですか。あ、AK さん、 AK 兄貴元気ですか。いや、これかまわ。It'll be great, you know, 2021 Olympic. I'm ready for you, bro. I got... おすすめの筋トレメニュー。カメラはどこをつけたいかによるんじゃないかな。おすすめの筋トレメニューというよりも、やっぱ知り合いとやるのが一番いいんじゃないですか。友達と。そうすれば飽きないからね。いつもお風呂どれぐらい入るんですか？まあこのラインライブ、あ、ラインライブ、インスタライブ自体が1時間なんで、1時間で切れるらしいんで、勝手に。1時間も入りますよ。あ、ジャージ、ツアージャージ。ありがとうございます。熱盛ってなんだっけ、動物の森だっけ。こうやってねえな。毎日お話しよくしないかな。毎日したいけど、本当にここ数日、本当に明日アップしますけど、多分動画の撮影を家の中でめちゃめちゃしてて、伸ばせない。あ、むきゅん、ペヤングソース焼きそば食いてー、ペヤング食いてー。腹筋に効果的なメニュー、なんだろう。腹筋に効果的なメニュー、わかんねえな。刺激を変える、毎日違う腹筋する。焼き麺の方が好き。焼き麺ね、北海道のね、焼きそば弁当、確かにあれも食いてえな。我慢中ではないけど普段食わねえな、ペヤング自体。ぬいぐるみ、あれはカウズとセサミストリートのやつがユニクロで昔出て、ニゴさんのディレクションで、それのメニューたちですね。見ては連絡取ったの、さっき取ったの。
あのメンプログッズがめっちゃ良かったよね。あの充電できるやつ、あれの連絡をしてた。くれる言うてた。久保さんの焼きそばね、うまいよ、めっちゃ。なんか質問来てっかな。お寿司屋さんに行ったら最初に何を食べますか。最初なんか先付けみたいな。お寿司行くまでにいろいろ食いたいよね。今日のヒゲ何日目ですかって言うんだけど、何日目ってどういうこと？伸ばしてから分かんない。ナオトさんが話してくれてたんだ。ネルソン、see you soon again. Good night. Good night. I don't know what time it is. Good see you, man.どうやったらコメント読んでもらえますか。別にどうもしなくても読みますよ、読むときは。特にこれっていう決めはないですけど、やっぱ面白いものは目に留まっちゃいますけどね。まあでもさ、このコメントでもさ、ピースコメントでも質問来るもんね。これどっちに答えればいいの。英語力ほぼゼロで留学は、俺だってもゼロだったよ、19の時。あれ持ってった方がいいですよ、あの100均でね、ちっちゃいホワイトボードをかい、あの売ってるから、あれを書いてとか、例えば銀行口座とか開設するのに銀行行って英語喋れないのに銀行の口座を開かなきゃいけないとか、そういう時は英語で辞書とかで出てきそうなワードを紙にメモっとくとかね、解説とか口座とか、そういうのをこう紙にメモっとく。その行く場所行く場所で単語をなんとなく予習しとくみたいな、今日一日みたいな。どのくらいで話せるか、俺は1年以上かかったけどな。バンド組んで、向こうでバンドの人たちが最初何言ってるか全然分かんなかったけど、なんか途中気づいたらみんな何言ってるかだな分かるようになってきたっていうか、行くのかね。銀行行かないとだって向こうに口座なくね。シティバンクとかは世界共通で使えるけど、 ATM が少ないよね、シティバンク。あと手数料がやっぱ高いんだよね。単語だけで乗り切っても相手が何言ってるか分かんなかったからな、ほんときつかったな最初は。シアトル10ヶ月留学中、
腕回り前35センチでしたっけ、あのマックイズのやつかな。このライブは残しません。仕事で外国人に接客されてたら半年ぐらいで普通に理解できる。あ、それは素晴らしいですね。俺もワーホリで行ってレストランで働いたけど、出前の電話が一番きつかったからな。住所とかも英語で全部聞いて、住所間違ったら届けれないからさ、あれは緊張感あったよね。半身浴には炭酸水がいいよね。炭酸水は俺がめっちゃ好きなわけですね。浜ちゃんがのエンディングありがとうございます。日焼け止め塗らないな、日焼けしたいから。 YouTube やらない。水分補給してます。最近筋トレやってますよ、ちゃんと。家でできることはないかね。テンサロしたいな。久保さんの家の庭感いいよね。俺も買おうかな、ベランダに椅子。ラーメンのスープカレークソ食いてえな。そう、ドービーのぬいぐるみちょっと訳あってっていうか、まあ今自粛でね、ステイホームっていうことが大前提である中に、この UFO キャッチャーにドービーくんのぬいぐるみが入ったんですけど、まあそんなね、今すぐになくなるものじゃないと思うんで、とりあえず一旦ステイホームを大優先で、また皆さんになんかこう気持ちよくお知らせできるときに俺たちから発信するんで。そう、今はさ、ゲーセンに行ってくださいって言えないしさ、やっぱみんなの安全あっての娯楽なんで、まずは家で落ち着くのを待ちましょう。いつもの居酒屋2時間待ち。あ、これはあれだね、リビンハピリーか。これ
俺は割と久保さんの影響なんで、俺久保さんの影響で500円玉貯金も始めたからね。愛の不時着、どういう統制、どうせ都会だけなんだろうな。いや、そんなことないと思うんだよな。あれってゲームセンターが入れてるかどうかだから。懐かしい。動画が止まった。いい汗かいてきてるわ。ワンコイン貯金、500円貯金ってこと？バスガイド仕事なくてももう1ヶ月ってことかな。1ヶ月以上。3周年の見てる今ね。ああ3か、ライブね。ありがとうございます。何分入るの？まあ1時間以上入るな。札幌から、こんにちは。カラオケ行った時にいつも歌う曲は何ですか？なんだろう、あんま行かねえかな。正気さん、また来た。スエさんの息子を見せてください。その切り口やばいよね。3回目だわ、もうそれ。いや、いいね。いやいやいや、グリーンカレーが、まあ、これちゃんとやるんだ。おゆうすけいいんじゃん。元気、ゆうすけ。エルーさあ、ブラミスユね。やべえ、ルーペフィアスコ来た。ルーペかけよう。いやー、このルーペがね、せっかく今ルーペコメントくれて俺今一番上がってるの。ビーズ好きの人とつながりたい。消費調べる。消費のビーズ聞きてえわ。ちょうどこのルーペフィアスコというシカゴのラッパーがいてですね、俺が19の時に彼のこの曲を聴いて影響を受けまくりまして、まだその時トロントに住んでたんですけど。あ、ボンちゃん、でルーペがトロントにライブにね来てな、その時にね友達と見に行って、
さらに好きになって、日本でもライブ来た時にも言ったしね、その時にまだあったんだね。そのライブ行く片道の先輩の車の後部座席で先輩に紹介してもらったのがマブで、それが10年以上前か。長いね。マジやべえよな。あ、正面？あ、正気し。Ladies and gentlemen, please welcome to EXILE. 怒ってるっしょ。小吉。怒ってるっしょ。なんで怒ってるの？な、嫌がってるっしょ。よかった。小吉さん。すぐ嫌がるから。小吉さん。はい。なんか楽しそうですね。すぐ嫌、なんで嫌がるの？嫌がってないよ、嫌がってないよ。またリカコさんだ。これさ、曇ってない俺の。正直曇ってるわ。どこかな。正直今さ、ルーペフィアスコがコメントしてくれたわ。え？嘘でしょ。マジマジ。ルーペが見てくれた。え、あの危険なインスタライブだなって、この風呂で、だ正直と言ってることはあんま変わんないわ。Can't see me, bro. Can't see me. Can't see me. 今まだ見てるから。ルーペ、bro. Can't see me. ルーペ。全然コメントなくなったから、もういなくなっちゃったかもね。Dude. やばいね。初期何してたの？俺今、ビーズさんの。うん。怒ってるしょ、なんか俺が全く怒ってない。いやいや、全く怒ってないよ。怒ったことないよ、正直。めっちゃビーズさんの今日、ビーズさん、ライブ配信開始したの。え、ライブ配信？あ、ライブの映像を流すってこと？そう、エグザイルみたいな。あ、そういうことね。そう。やば、リカコさん。いや、めちゃくちゃ見た。うそ、え、かっこいい。やばい。願いを叶え、いつの日か、そうなるように。ちょっと酔ってるよね。願いを叶え。いや、いいね。正直めっちゃ絶好調じゃん、今。地声でもいいけど。願い叶え、いつの日か、そんな人に生きてゆけ。願い叶え、いつの日か、思い出して泣けばいい。もうすっかりビーズさんにはまりまくってるでしょ。いや、やばい、やばい。やばいね。上がってんね、テンション。これはちょっと、逃走に退場しなきゃちょっとまずいことになってるから。あ、最後に、スエさんの息子だけ見せてください。いや、それはもう、事故になるから、事故。あ、そっか。あ、そっか。やばい。え、スエ、もうあれ、あれ、あれやった？あのラップ動画、あれ明日アップすると思う。おい、みんな、うん、明日楽しみにしてよ。スエの、スエの最高のマザーファッキンラッピングが最高に聞ける。み、うん、さん、聞いてください。よーよーよー。It's your boy, show kids. いい感じ。Check the...Check it out.スエのマザーファッキン東京ドリフト、ちょっとめちゃくちゃスーパーマザーファッキン楽しみにしてください。See you there. Yeah, man. Man.
いやー、消費ちょっと酔ってたね。あのね、あれぐらい酔ってる消費市民の幸せなんだよね。いいよね。ラジオみたい。ちょっと声がこもってたね。でも、ちょっとマジ、ビーズのライブ見てみよう。青春ですよ。カセットウォークマンで聞いてたの。翔吾くんね、翔吾くん。めっちゃおもろい。やばかったね。まあちょっとなのかな、確かに。ちょっと酔いなのか、派手に酔ってるのかわかんないけど、とりあえず、家時間を楽しんでるっていうのは間違いないですね。そうだ、これ聞けんのか。これ聞こうじゃ。ベロンベロンだったね。まあでも、正気のビーズさんも聞けましたね。あ、これはあれか。いいね。これ見れるのいいね、こうやって。最近、ドーベルのメンバー、今日撮ったよ、みんなと。このね、ヒューマンメイドの酒うまいんだよな。神のオーセットです。音聞こえないんだ。これも出てますね。チェックしてください。ということで、これを切りたいな。この画像を。ヒマメイドとスーパースターコラボゲットしてない。おぉ、いい汗かいてきたわ。なんか、まこちゃんとやり方似てる。何のやり方だろう。まこ元気かな。合ってねえな。しんばくんもね、もう長いお付き合いですね。いい人だよな。そろそろ、いや、まだ30分だね。風呂上がり、牛乳飲みたい。半身浴ですね。どんな女性？頑張ってる女性。嫌いな食べ物ないっすね。おやすみ。いつも何時くらいんだよ。別に寝る時間決めてねえの。身長高い女子、いいじゃん。めっちゃよくない？大きい犬飼いたいよね。ボンちゃんがさ、
ちゃ可愛い大きいの買ってるじゃん。こんにちは。入浴法こだわってますか？全くだよ。ドーベルマンね、確かに。秋田犬2匹。秋田犬だっけ？それは柴犬か。秋田犬でいいのか。オンライン授業なんだ。酔っ払いながらインスタライブしたことあるけどね。それこそエリーと登坂君と3人でインスタライブした記憶があるけど、酒と炭酸水以外で好きな飲み物はイチゴミルクとバナナミルク。秋田県よくクラブ行ってたけどね、それこそ10年前。なんか最近10年前っていうの多いな。年取ったな。最近はひげそんないね。メンディ君の体洗ってません。いちごミルクとバナナミルクさ、よくさ、病院とかの自動販売機入ってるじゃん。あれやばいやけ。病院ってはこうなんか体調悪い自分にご褒美として欲しいよね。バナナミルクといちごミルク。おももさん。すばらしい。シルクはレシクでいいですよ。パックのやつね。一応ミルクとバナナミルクがないで、おすすめのアニメ漫画、あれ落語真珠。マジこれは一番いい。今全部見終わったけど一番いいわ。曲ね、ヒップホップセーフマイライフでブルートフィアスコ。これかな。クレヨンしんちゃんペーパーハウスやばいね。キングダム読んだけど、俺はもう歴史系わかんないけどね。ワンピースも見てない。最近スニーカー買ってないしね。お誕生日おめでとう。そうだ、プレイリスト、今いろいろ各サイトからお願いされてて、それでプレイリスト今作ってるんで、また作ったらそのサイトをお知らせします。サングランクはもう見たよね。鬼滅の刃は見てない。ホットロード。ブリーチ1回。山口公園どうなるか分からないですね。今はもう誰も何も分からない。とりあえずはみんながしっかりと無事なこと、これはマストですね。
韓国ドラマ見ます。最近断捨離したよ。ブリーチ2回痛そうだね。やりたい。なんだ。なんだろうな。ねえな。最近見た映画なんだっけな。めっちゃ見てるからな。ヒマメイドのお酒ありますよ。そう、NSC ストアと、コラボ、その2周年の記念のデザインを作りました。結構ね、パパッと、なんか NSC、やっぱスニーカー好きだし、みんなこう、ニュアンスが、やっぱ好きなものが結構一緒ですね。これはね。この後ろのね、あ、ちっちゃくて見えないと思うんですが、あの裏のなんていうの文字もね、全部手書きで書いて作ったんで楽しみにしてください。これは自信作よ。どんなお酒が好きですか？いや、何でも好きだな。心折れそうな時どうやって立ち直りますか？わかんない。Tomorrow, I will release, not release though, I'm gonna upload my new kind of new song. It's not definitely new song though. Anyway, tomorrow, wait for me. ちっちゃくそうやって書いてる、そう。ストレス発散したいですね。いよいよもんね。のぼせない。めっちゃくるね。のぼせる、のぼせないって。そんなみんなのぼせん。半身浴できねえじゃん。ビアザマンダインの BGM ありがとうございます。魚釣りしないんだけど久保さんがめっちゃ好きで、あの去年はそれこそハイサイ探偵団のみんなと沖縄と東京で1回ずつ収録も入ってたけども釣りをやらせてもらった。めっちゃ楽しかった。半身浴の効果は俺どっちかというとこう外に出るというか体が楽になるし、この内側の精神的にね
あとこの時間がやっぱり浴槽についてないといけない、使ってないといけないから、いろいろ集中できるよね。最近はこうインスタライブになってるけど、YouTube 見たりとか、調べ物をしたりとか、進化が割とこう、スカッとするんで、体の効果よりも安静しないのかな。ライブ T シャツ、そう、首元の星は、全部手書きなんで。温泉とか行きたいね。何時までやる？多分ね、あと15分ぐらいで切れないかな、勝手に。1時間らしいの。腹筋の割り方また来た。質問が全然好きなものを食べまくってます。あと10分あと10分ここのコメントと質問内容が大した変わらないっていう面白さだよね。カルビ越えっていう焼肉屋さん知ってますか？知らないの？美味しいのかな？ DVD に皆さんのおかげでオリコンウィークリー、僕らのライブ DVD がに嬉しい。ありがとうございます。フォトブック、まあ俺も結構年だからな、20代の人にやってもらったらいいんじゃないですか。パティシエのですが、好きなケーキ、好きなケーキ、甘くないケーキが好きかも。まもなく習慣ですか、皆さん。ぜひ見てくださいね。スエさんの好きなアーティスト、これ今聴いてるルーペがやっぱり未だにもうレジェンドですね、俺の。いや、今日はびっくりだわ。ちょっとテンション上がったな。ルーペフィアスコからコメント来た時ちょっとビビったな。明日の予定、明日はね、みんなでミーティングします、動画で。オンラインで。オンラインミーティング。ピースとかしてくれるとこ大好き。ピース、あ、第2位ってやったやつ。あ、このピースは確かに。ルーペとは友達、一回だけ飯食ったことあるけど、あの友達なんて恐れ多いよね。まあ、俺の神様です。音楽も聞くとき聞くけど、基本、この Spotify のプレイリストとかになっちゃうから、洋楽が多いな。HH の新曲じゃないんですよ。明日とりあえずもう一回言いますけど、まあ、昼前にはアップできたらいいけど、ちょっと、今まだ制作中なんで、あとは、ぜひ楽しみにしてほしいですね。まあ、これはね、ラッパースウェイというか、
トータルがね、クオリティー、クオリティー、クリエイタースウェイとして、今回、作ったので、ぜひ、これはね、楽しみに待っててほしいなと思いますが、あと何分かな。2、3分だろうな。勝手に切れるからさ。もうドキドキしながらこの辺になったら喋るよな。めっちゃ汗かいてます。明日も学校、頑張って。離陸はどういうところで考えるんですか？いろんなところで考えるよ。俺の場合は一回ザーッと書いて、で、それを家で軽く、まあ、ボイスメモだったりとかいろんなのを撮って、それを毎日聞きまくるかな。で、自分の書いた歌詞の中にこう穴がないかチェックするかな。いつも切れるタイミングね、楽しいよね。作詞してるんですよ、今その話してたんですよ、ちょうど今来られました。ありがとうございます。今日小吉も来てくれたし、ゆうすけもいたし、ルートも来たし、 AK さんもちらっと顔出してくれました。まあ、またインスタライブします。いつもなんかインスタライブしようと思ってたら、結果半身浴の時になっちゃうんですが、今度普通に部屋からもします。部屋にいるとパソコン開いちゃうんだよね。そう、リカコさんも来てくれたね。リカコさんいつもだよ、ありがたいよ。マムもね、そう。あとね、マムのマジ悪いも楽しみにしてますね。いやいやいや、あちいな。どうでも今日聞いて元気でした。ありがとうございます。AK さん、スタジオなんだよ。すげえな。本当に。音楽をこよなく愛しているね。あと少しだと思うんだけどね。どれぐらいできるんだろう。今日久保さん来てないですね。また、あ、手振っとく。あと2分です。ありがとうございます。手しましょうよ。どう俺の手相。こっち見てか、左で。俺もね、ああ、LDHTV。LDHTV もそろそろ更新あるのかな？どうなんだろう。あ、びっくりした。あ、熱いよ。この前よりしましょう。確かに。なんだろう。すっきりしましょう。緊張力を出た。もう、あれ ?25 分になったっけ。皆さん、いい夢見てください。今、大変な時期ですけども、引き続き、ステイホームで、皆さん、一人の時間だったり、皆さんの一人の時間を大切にしてください。今だからできることもたくさんあると思います。